しもじまきは、日本の経済学者。阪南大学経済学部経済学科准教授。沖縄県那覇市出身。1996年、琉球大学法文学部経済学科、経済学専攻。2002年、神戸大学大学院経済学研究科経済学、経済政策専攻博士後期課程。終士専攻は、公共経済学、特に、 近隣迷惑施設問題及び社会的選択理論。研究テーマは、再分配の経済学。下地は、文字文字先生と自称している。環境省の主導する、東日本大震災で生じた瓦礫の広域処理について、復興支援及び放射線防護の両面から不合理で、あると批判。復興支援のためにこそ、広域処理を容認してはならないと主張している。 2012年12月5日、J-Wave のラジオ番組ジャム・ザ・ワールドに出演。ジャーナリスト・堤美香のインタビューに答えて、大阪市や環境省の対応の問題点を指摘した。瓦礫に関する科学的なセミナーにおいて、司会者の制止を振り切り質問を続けたのでマイクを取り上げられた。瓦礫広域処理への反対活動中に、威力業務妨害と不退去の容疑をかけられ、 2012年12月9日、大阪府警察警備部に他の二人と共に逮捕された。警察発表によれば、10月17日午後2時40分頃から約1時間半、JR 大阪駅構内で拡声器を使って瓦礫反対と声を上げながら約40人の参加者を先導、構内を約250メートルにわたりでも行進し、通行人らに、 震災がれきの大阪府内への焼却受け入れに反対するビラを配布。その際、駅員の警告に応じず、駅側の業務を妨害したとしている。弁護士の木藤正樹は、交流理由がないと批判している。市民団体、放射能拡散に反対する市民を支援する会が、不当逮捕及び弾圧だとして、即時釈放と謝罪を求めており、川辺広や小出広明、おかまり、 井戸健一ら大学教授や弁護士など50人が呼びかけ人となっている署名に開始から24時間で4000筆を超える賛同が寄せられている。下地は12月12日高知署内から警察は嘘をついて私を逮捕したとの声明を寄せた。12月13日、官邸前見守り弁護団は下地ら5名の交流者の釈放を求める。 市民の表現の自由を尊重するように求める声明を発表した。12月17日、本県逮捕は表現の自由を不当に侵害するものなどとする JR 大阪駅等における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明が出され、12月20日時点で70人の 憲法学者が賛同を表明している。2013年1月25日の本人のブログから2012年12月28日に釈放されたことが判明している。2013年3月に島孝二教授が反乱大学当局が逮捕を事前に知らされていたにもかかわらず何も対処をしなかったことに抗議して辞職を表明している。ありがとうございます。